値引きが信用できるお客様です。待ちきれないね。すっごく素敵。ねえ、いいね。ありがとう。こういうの待ってたんだ。ありがとう。すごくいい。いいね。最近の一日はまだ始まったばかりだわ。いいね。いいね。いいわ。待ってたんだ。あなたの恐怖で今まで話せたかもしれないわね。だけど、今度か。それで？それで？よく言ってみるわ。何？おお、そんなんじゃ英雄だね。英雄の中の英雄だね。言葉もないわ。さすが有名人。待ちきれないね。いいね。ひどすぎる。どうしたもんだわ。修行が足りないね。笑いすぎられない。おお、これだ。どうしたの？やだ。素晴らしいの一言だね。すっごく素敵よ。いいね、気に入ったよ。素晴らしいわ。やった。元気いっぱい、力がみなぎるわ。称号だよ。すっごくいい。よし、君こそ英雄の中の英雄だね。とっても好きよ、コスメキよ。あごが痛いよ。力当てるね。いいね。いいね。修行が足りないね。それで？君を見損なったよ。ご主人様と一緒に。
しよう。ダーリン、しっかり大きくなって。君のために手に入れたものがあるんだ。気に入るといいんだ。パパ、おかえりなさい。さあ、ずっと待ってたのよ。おお、うちは世界一ラッキーな家族ね。私たちは年をとってもきっとこの瞬間のことを覚えているだろうね。いい人だと思ってたのに。君にはいつも驚かされるよ。私はパワーガール。面白いじゃん。男の子より強いんだから。素晴らしい。王に付き従う家来のようにお供します。面白いといいが。いいね。もう好きじゃないの？実に素晴らしいよ。パパ、元気なくて。この日のためにバケツ一杯の牡蠣を食べ尽くしたよ。これはとても楽しみだ。どうか優しくしておくれ。どうか優しくしておくれ。どうか優しくしておくれ。いいぞ、すごい。ベッドの上に浮いてるようだ。心から楽しんだよ。ママ！わあ、おかえりなさい！やった！パパはどうしちゃったの？なんだかしょんぼりしてるけど。欲が旺盛なのは結構だが、私で解消しようとしないでくれよ。面白いといいが。少しの間、男としての私を回復させてくれないか。戻ったのか。君の冒険を叙事詩にしてみたんだ。きっと喜んでもらえるんじゃないかな。私の新しい歌を披露しよう。ウエストクリフを変えたいとバーナムが描く夢の街、ゴールドつぎ込み夢実現、変貌を遂げたウエストクリフ。この間あんたのか、危険な洞窟入ってみれば道に迷った探検家、英雄が救ったその男、結局おばあちゃんが大好きさ。海賊百点ドレッドの財宝を求めて洞窟へ、
あまたの亡霊なぎ倒し伝説の宝手に入れた洞窟入る英雄の行く手に待が新たな試練共に歩む修道女出てきたら女英雄どうもありがとうありがとうやった君はインスピレーションの源だ今日はもう店じまいだ素晴らしい素晴らしい気に入ったよ閉店の時間だかなりいいわ歌の神が降臨したみんながハマってるゲームだ一緒にやろうぜろくなもんを持ってないんですあんたのことはよく聞いてるよ随分有名だなワクワクするねついていくよで温め合わない。結局あんた大したことないね。で、どこ行くんだい？まあ、面白そうね。わかった。ついていくわ。あんたほどの人はいないよ。でもいいよ。他のこと話そう。初号を探してるの。調子はどうだい？ギャンブルだ。ギャンブルだ。もっと指輪がなきゃ結婚もなし。わかったかい？悪くはないね。おお、いいぞいいぞ。あ、いいよ。面白そうだな。じゃあ、あの自慢話全部嘘だったよりによってあんたがそう来なくちゃな最後の一口が余計だったよで、どこ行くんだいで秘密の場所に行かないかい？おあっちへ行ってみようよあんたそろそろ指を早くしてくれよこれで来たよなんだずっと祈ってたよ。ああ、いいよ。ひっかく癖があって構わないかい？
あんた獣みたいだね。神なんか信じないたちだけど、こうならないかとずっと祈ってる。指輪ぐらいないとな、婚約の手続きみたいなもんだよ。楽しそうだからあっちへ行ってみよう。自然のままが好きなのね。あっちに行こう。指輪があれば結婚できるんだけどな。人から尊敬されるあっちへ行ってみよう。心得てるな。あそこには何が。だい指輪があったら、あっちが面白そうだ。もう手ぐらい立つんだね。ホーリーワン。よし、あんたがそう呼ばれるのもうなずけるよ。いかにもまあ持ちがいいって感じがするね。引っかく癖があるけど構わないか。なかなかいいよ。神なんか信じないたちだけど、こうならないかとずっと祈ってたよ。あっちへ行ってみよう。最近奥さんは元気。あんた最高。今日はプレゼントがあるんだ。足が疲れてきたよ。そうよ、早く。あんた最高。今日はプレゼントがあるんだ。楽しませてやるよ。さあ、匂いを。今日はプレゼントがあるんだ。忘れられなくさせてあげる。おお、いいぞいいぞ。君から誘ってくれるなんて。あんた最高。今日はプレゼントがあるんだ。もっと聞かせてくれ。気に入った。軽い女と思わないでくれよ。でもあんたにはオーケーさ。こいつは楽しみだ。そうだな、あんたについてった方がいいんだよ。あんた最高。今日はプレゼントがあるんだ。もうすごすぎだよ。いいぞ。楽しい時間を過ごそうぜ。あんた獣みたいだね。でも獣も嫌いじゃないよ。自然のままが好きなのね。やっぱ自然が一番だよな。あんた最高。今日はプレゼントがあるんだ。私本当に英雄のそばにいるんだ。なんだ今の、火の玉か。君はなんて優しいんだ。指輪が最高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 。例えばプレゼントとかくれてもいいんじゃないかい。あんた最高。今日はプレゼントがあるんだ。もう早くしとくれよ。待たされるのは苦手なんだ。あんた最高。今日はプレゼントがあるんだ。
店を開けたぞ。店開きの時間だ。